今回は重複作品の制作ということで、テキストこれ四季の漢詩を書く行書草書編これを いくつか書いてみましょう。まず有名なね、春の絶句の中から、こう一部を取り出したものですけどね、千里うぐいす鳴いて緑くれない図ということなんですけれど、半節に7文字名前をこう、まあ、楽観をということで、ここへ書いてみましょうね。単純にならないように画数が少ない字は太め、画数が多い字は細めで、大きさはあんまり1行の中で変えるというのはね、まあ、画数が多い字は少し大きめ、そうじゃない字は小さめで、大きい小さいのバランスをまあ考えて、でこのまま書いては芸がないので少し変化をつけてみます。自分ならどう書くか、まあ、行書作品ですけどね、まあ、出だし細くいくとか強くいくとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、ちょっと高い、落ち着かないかな、まあ個人の好みですけども、私だったらここへ行って陰をここへ押したいかなって、これは私の個人的な、まあ思考ですけどね。次、春と初めて紅を干す、今度は草書の作品ですね。さあこれだったらどう書くか、私が春を書くともっと違っちゃいますね。ここが詰まりすぎたかとか、うん、六巻もここ行きたいとこです。
次、三つ目。深い谷、深刻調整春なり。さあ、右上がりをだいぶ抑えて、行書ってこう書いてます。さあ、私だったらどうか、深い。とにもあえて草書の2はせず行書で書くと、あまり崩さずにオーソドックスに、あ、こう3つ書いてみましたけどもね。3つ目、私だったら楽観は、まあ寄せって場合もあると思うんですけどね、まあ、こらいかなと、まあ、会派によってね、考え方いろいろあると思うんですけれど、私はあえてこう丸いというのもちょっと入れてみたと。普段ほど長くしないんですけどもね、まあ勢いでいったっていう感じ。これもそうですね、普通だったらこう中入れるところをポンと置かずにちょっと引いてみましたけどね。これはこういう動きをつけたものだから逆にしてみたり、まあ、いろんな場面があると思うんですけど、まあ、こんなのもありかなっていうところですね。まあ、古典の臨書ばっかりじゃつまんないんで、まあ、たまにはこんな作品も、もう少しね、多字数もまたおいおい時間を見つけてやっていこうと思います。今回は以上です。